ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。本院規則第80条第2項の規定により、年長の猶予をもちまして、私が委員長の選任につき、その指示を議事を主催いたします。これより委員長の選任を行います。つきましては選任の方法はいかがいたしましょうか。小沼巧君、はい、私は委員長に豊田俊郎君を推薦することの動議を提出いたします。ただいまの小沼君の動議にご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって委員長に豊田俊郎君が選任されました。ありがとうございました。この際、一言ご挨拶を申し上げます。ただいま皆様方のご推挙により本委員会の委員長に選任されました豊田俊郎でございます。委員会の運営にあたりましては、委員の皆様方のご指導とご協力を賜り、公正かつ円滑な運営に努めてまいりたいと存じますので、何卒よろしくお願いを申し上げます。ただいまから理事の選任を行います。本委員会の理事の数は7名でございます。理事の選任につきましては、先例により委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは理事に石井博夫君、磯崎義彦君、藤井和弘君、牧野隆夫君、小沼巧君、谷合正明君および高木香織君を指名いたします。この際一言申し上げます。本委員会の委員でありました室井邦彦君は去る3日、逝去されました。誠に哀悼痛惜に堪えません。またこの度の令和6年能登半島地震により甚大な被害がもたらされ、尊い人命を失いましたことは誠に痛ましい限りでございます。犠牲者のご遺族に対し哀悼の意を表しますとともに、被害者の皆様にも心からお見舞いを申し上げます。ここにお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし、謹んで黙祷を捧げたいと存じます。どうぞご起立願います。黙祷。黙祷を終わります。ご着席願います。本日はこれにて散会いたします。